浜北区は、浜松市を構成する7つの行政区のうちの一つ、旧浜北市全域を区域としている。西に、三方現代地、東に天竜川、北は、赤石山脈に連なる山地の南端、そして演習平野の北端部に位置しており、区北部、西部の各一部を除く区域のほとんどは平地である。区の中央部を、演習鉄道が、南北に貫いており、 沿線のほぼすべての地区において住宅地が形成されている。また、国道152号が同様に区を2分する形で区の中央部を南北に伸びており、区内道路交通において重要な役割を果たしている。かつては天竜川が区のほぼ中央部を貫く形で循環しており、そのため区域の大半は砂礫質の土壌である。上島、中瀬、長島、 本座井、横須賀、寺島など水にちなんだ地名はいずれも、天竜川に由来するものであると言われる。実際に、これら水にちなんだ地名をたどれば、ほぼ旧天竜川の流路そのものと合致する。特に中瀬は、区域全体が、ほぼかつての天竜川の流域そのものであり、中瀬と、瀬が由来であると言われる。浜名郡浜北町、浜北市、浜北区の行政区域は、 天竜が赤線部を除き全く変わっていない。衆議院小選挙区選挙では静岡7区浜北市が2005年に浜松市へ編入されて以降、浜北市役所は浜松市浜北総合事務所として2007年の浜北区設置後は浜北区役所として使用してきた。建物の老朽化により市民の利便性向上や浜北駅前の賑わい、創出を目的にないゆた 浜北への移転を決め、2016年10月11日に移転、同日から業務を始めた。区役所本庁機能のほか、市役所本庁所轄の次の部署が、なゆた、浜北内に設置されている。2015年10月1日時点における、浜北区民の平均年齢は次の通りである。集配等を行う、郵便局のみを掲載する。 新刊書店中古書店浜北官邸団は東区に立地している。ありがとうございます。